始まりました。最初のジャッジですね、ロットワイラー。ここが一番反対側なので見やすいと思ったら、ちょっと遠すぎますよね。やっぱ、目の前で、いつもなんか見てた時の方がもしかしたら良かったかもしれないですね、目の前に見えるから。なかなかいい色ですね。これいいですね。あの先頭の犬もいいし、2番目の犬もいいですね。ただね、ちょっとね、尻尾を切ってないのが、やっぱりちょっとね、あのトライラーは尻尾を切った方がいいような気がするんですが、あの先頭の犬いいですね。間違いないですね。いいな。あの3番目の犬もいいし、ちょっと、もっと近くで見たいな。ロットワイラーの、ジャッジが始まりました。で、そう、ニューファンドランドのところにもうちょっと行かなきゃいけないので、彼ら4頭出してますからね。それとそれ以外のところにも、あの犬舎から今滞在中の犬舎から行った犬たちが何頭か出てるので、その犬たちもちょっと応援しに行かなきゃいけない。この席をちょっとうるせえな。この席は本当はなんか言ってますね。何ですか、忘れた、なんて思ったか。行かなきゃいけないんですが、今、あ、そうそう、この席が、一番前の席を陣取ってるので、そうはね、動きたくないんですよね。動いたらもう数秒後にっていうか、動いた瞬間にすぐ誰かが座ります。だから、本当は動きたくないんですが、でも行かなきゃいけないですね。さて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 、ロットワイラーのジャッジが始まっています。これからいろんな犬種、ワーキングドッグを、見に行こうと思っています。またお楽しみにお待ちください。それでは。